皆さんこんにちは、温泉チャンピオンの、郡司です。よろしくお願いいたします。今回はですね、全国の変わり種温泉、ベスト10ということでですね、あえて私の、偏見でですね10箇所選ばせていただきました。まず第1番目がですね、この写真すごいですね。この、間欠泉の温泉、広川原温泉、これ山形県の山の中にあるんですが、5分に1回ぐらいですね、高さ、5メーターから10メーターぐらいの間欠泉が起こる。これその間欠泉が起こった時の、セルフタイマーで一生懸命、撮った写真です。それと何が変わり種かというと、この間欠泉のところにそのまま入れるというのが まず変わり種の一つなんですが、もう一つはですね、この後ろに、見える、赤いというか褐色の大地、これは何かなということなんですが、これが変わり種なんです。これをですね、近くから見ると実はこうなってる。すごいですね。これ今の間欠泉から流れてきた温泉がですね、長年の間に積み重なってですね、このような鱗のような丘になっている。これがですね100メーターぐらい続いてまして、もう私はもう驚きましてですね、ここはもう立ち入り禁止にして天然記念物にした方がいいんじゃないかと思うほどです。これが変わり種温泉、広川原温泉の石室物です。つまりこの広川原温泉は間欠泉であるという一つの変わり種と、この大地のような鱗の石室物があるということで、2つの変わり種があるということです。次、東鳴子馬場温泉、ここに小さな物置のようなものがありますが、なんと、日本一簡素な、国指定文化財です。この建物がですね、なんと驚くことにですね、国指定文化財になってまして、作られたのは相当古いということで、母屋と、この湯小屋と一緒にですね、国指定文化財になってまして、その文化財指定書も私拝見させていただきました。中は、本当に、コンクリートの浴槽があって、上に、木の、小屋が建っているだけという非常に、簡単な作りなんですが、これで文化財でございます。変わり種、世界一、日本一、簡素な文化財の温泉ということで変わり種を挙げさせていただきました。ここの湯がですね、モール泉、褐色の、ほぼコーラかコーヒーぐらいの色の温泉でですね、非常にツルツルしていいお湯ですね。それと泡がつく、体にですね新鮮なので、新鮮なお湯をどんどんかけ流し、してるので、体に泡がつくんですね。これも馬場温泉の素晴らしいところです。次、3箇所目、湯又温泉、これは何がすごいかというと、この私の赤い服を着ている私の後ろにある、噴丘丘っていうのかな、噴泉丘っていうのかな、源泉の、ピラミッドです。これはお湯が上から湧き出している間にずっと石室物が溜まってきて、カチカチの石のようなものになってます。実際触ってみるとですね、もう本当大理石の、彫刻のようなツルツルした、非常に硬いもので、もうまさに宝石を見るような美しさです。これは、国の、天然記念物になっております。ただし、歩いてですね4時間から5時間、北アルプスの山の中の 方にありますので、歩いていかなきゃいけないということで、残念なことにですね、現在頂上からの噴出はなくなっておりまして、この、石室物の大理石の岩が割れてですね、下から、下に今流れてるのが見えるんですが、この辺なんです。この辺から出ちゃってますお湯は。実際はこの
上からビューッと出てたらしいんですが、今ちょっと地震で割れて、この下から流れ出ちゃってます。すごい美しい石室物の丘、これ天然記念物になってる変わり種の温泉、3番目に挙げさせていただきました。それで、ここの温泉にどうやって入るかと言いますと、もう100度近い熱なんで、川に流れ込んでる途中をせき止めてですね、ここにスコップが置いてありますが、スコップで、簡易が浴槽を作ってそこで入るというようなことで、これもまあ変わり種の入浴の仕方の一つかなという感じです。湯又温泉ですね。次、別府温泉保養ランド、ここはすごいですね。泥湯では日本一だと思います。ドロドロの田んぼのような温泉で、深さ30センチぐらいの泥がそこに溜まってまして、その中を抜き足差し足のように田んぼのようにですね、ズボッズボッと入っていきながら、行くというすごい泥の、堆積量のある温泉です。後ろの方なんか顔にも塗ってまったり肩に塗ってますが、あんなような白い泥がですね、一面に、溜まってまして、すごいことで、ここに入るとですね、温泉、今まで温泉というのの、認識がですね覆ってですね、新たな発見をしたような気になりますので、ぜひ、行ってない方は体験してみてください。別府保養ランドです。日本一の泥湯、で内湯はですね、先ほど白っぽい泥だったんですが、こちらは黒い泥なんですね。ここはすごい泥の含有量が多くてですね、もうぬるぬるになってるんですね。泥が攪拌されていて、それで体の方がですね軽くて浮いてしまうんですよ。で手前に、奥にある、この棒なんですが、これはですね、なんと、この棒が2本あるのはですね、体が浮き上がらないように沈めるためにある棒だという、普通溺れないように捕まる棒があるっていうのは分かるんですが、逆にこう下に自分を沈めるためにある棒があるという、非常に比重の重い、泥湯の別府保養ランドでございます。露天風呂はここに白いんですね。これも別府保養ランドなんですが、で私も肩なんかに塗ってみたんですが、このような白い泥で、素晴らしい温泉です。変わり種ですね。日本で泥湯の特集を一度ある雑誌でやったんですが、もう10箇所切ってますね、日本中の泥湯は。ですからもうかなり天然記念物に近いものがありますので、泥湯は貴重になっております。はい、次、こちらですね、ちょっと最近レジオネラ菌で、問題になってしまいました西北温泉のですね、源泉が流出した時、ここの温泉だけでなくてですね、どこでもそうなんですが、温泉はもう何にもしない時、流出したばっかりの時が一番いいんですね。これも流出して湧いたよというんで、社長さんが呼んでくれて入れていただいたんですが、まさに横のブルーシュここからですね、ここに青いビニールホースがあって、そこからお湯がダーッとこの仮設の黄色いポリ、タンクの中に入っているという、これこそ、配管もしていない、循環もしていない、殺菌も何もしていない、源泉そのままをダーッと流してるんで、こういうような仮設の時はですね、一番いいので、いつもですね、私いろんなところでですね、温泉が湧いたというと、知人またはですね、社長さんなりが呼んでくれますので、各所で入浴してますが、その時の仮設が一番いいですね。その後施設ができまして、やはりかけ流しにしているということがありましても、この時のこの源泉直の、湧き出したままっていうのに勝るものはございません。
そういう意味で、こういう湧き出したままの仮設温泉、こちら素晴らしいです。次、6番韮崎朝日温泉。特にこの写真を見ただけでは変わり種のない、温泉に見えるんですが、実はここに入浴してみるとですね、驚くべきことにですね、体中が真っ白になります。炭酸飲料に入ったように、もう体中に泡がついてですね、取っても取っても泡がついて、体中が真っ白、もう素晴らしい温泉です。で、かけ流しの量がね、ここ半端じゃなくてですね、ドバドバ流れてですね、流れる厚さが3センチぐらいになってる。これ全部かけ流しの流れてるところなんですね。もう湯口からですね、お湯がドバドバ出てですね、それが浴槽の縁から溢れてですね、どんどん流れ去っている。そのためにですね、非常に新鮮なので、特に炭酸なおじゃないんですね。要は地中の中深く入っていた窒素や酸素や普通の気体なんですが、それが、一気にかけ流しされるので、体の産毛とかが触媒となってそこに付着するんですね。それで、体中が泡だらけになるという、すごい。ここもぜひ韮崎、朝日温泉、山梨県ですね、甲府のちょっと北にあります。ぜひ行ってみてください。次は7番目、西方の湯。これは黒い葉土臭のあるすごい温泉なんですが、ここの湯はですね、まさにトイレの匂いですね。葉土とですね、アンモニアの、匂いがすごくてですね、日本一臭い温泉と私は呼んでおります。私の執筆した本でも書いたんですが、本当にもうここに来たらですね、トイレのような匂いがしてですね、驚いたという温泉の一つです。次、8番新津温泉。これも新潟県なんですが、先ほどの7番がですね、これ西方の湯、これは新潟県の北の方ですね、中条町ですね。8番新津温泉、これは新津ですね、新潟の、比較的近くなんですが、ここはですね、非常にこのシンプルなというか、ひなびた温泉なんですが、なんとここの温泉はですね、石油の匂いがする。油臭ですね。まさに昔はですね、常連さんといろいろお話ししてみると、昔はこれ上に油が浮いてたんだよっていうぐらいで、石油を臭くしてきていたら、温泉が輸出してしまったというぐらいで、まさに油の匂いプンプンする、変わり種の温泉です。実際は、食塩泉になっておりますが、分析表示には特に匂いの油成分っていうのは出てこないんですね。でも、もう行ってみると分かります。すごい油臭です。次、羽沢温泉。ここの変わり種は何か、全然変わり種になってないような浴槽なんですが、ここはですね、つるつるぬるぬるが、非常に強い。これでもかっていう感じに体がぬるぬるしましてですね、立ち上がるとつるんと転倒してしまいそうなぐらいな、つるつるぬるぬるの温泉です。そういう意味でつるつるぬるぬる温泉の、羽沢温泉をこちらを挙げさせていただきました。山形県の、北部にあります。最後、千原温泉。ここ私がですね、100点満点をつけた温泉の中の一つでですね、非常に浴槽の風情がこのひなびでて非常に美しい。さらにですね、驚くことに、この浴槽の下が源泉でして、ここの、浴槽全体に泡がボコボコ出てまして、下からお湯が湧いております。源泉そのままの湯、それとひなびた風情の浴槽、オレンジ色の、存在感のある温泉、それと飲んでみると炭酸と鉄分の、渋い、炭酸の清涼感のある味、それと食塩も含んでいるという、非常に、非の打ちどころがない、100点満点のお湯です。千原温泉、これは、
山陰のですね、島根県にあります。こちらが10番目、もう一つですね、10番目として、岡山県にある万賀温泉、こちらもですね、足元からお湯が湧いております。足元から湧いている幕湯というところが、昔殿様が入っていて、幕を引いて一般庶民は入れなかったということで、幕湯と呼ばれている、万賀温泉ですね。これも足元からお湯が湧いております。以上、10箇所が、変わり種温泉10箇所です。こういう温泉大国の日本でですね、変わり種の温泉がですね、いろいろありますので、皆さん楽しんでください。以上で終わります。ありがとうございました。